俺の名前は谷岡俊也、25歳。俺は最近、さゆきという女性と結婚をした。さゆきは綺麗な上に看護師をしている素敵な女性。俺はそんな強く美しいさゆきに惹かれ、プロポーズをしたのだ。沖縄の海、超綺麗だね。新婚旅行で来た沖縄ではしゃぐさゆき。俺はそんなさゆきを砂浜から見守っていた。ねえ、俊也もおいでよ。めちゃくちゃ冷たいよ。さゆきに呼ばれ立ち上がった時、さゆきに近づいている二人の男に気がついた。お姉さんめちゃくちゃ可愛くない？ねえ、もしかして一人でこんなところにいるの？俺は男がさゆきに声をかけたことに気づき走っていた。すみません、俺の妻なんです。俺が大きな声でそう叫ぶと、さゆきは安心したようにこっちを見ていた。ち、男がいるのかよ。しかもあいつ、妻って言ったぞ。男二人が何かを言うと、妻はまた表情が暗くなったのが分かった。どうかしましたか？俺の妻に何か用が？あのさ、俺はお姉さんが綺麗で声をかけているんだけど、別に旦那のお前に用なんてねえんだよ。てか、こんな綺麗な人の旦那がこれ？なんだかなえるわ。負けた気がして見てるだけで腹立つわ。俺は二人に言われた言葉で妻の表情が暗くなった理由を悟った。この人たちはまともに相手をしたらダメだと、俺は頭の隅で危険察知をしていた。周りに人がいる気配もないこの状況で、相手は男が二人に対して俺が一人。どう考えてもこの状況は不利だった。すみませんね。なんだかイライラさせてしまったようで。これ以上迷惑かけないようにどこか行きますね。ほら、さゆき、行こう。俺がさゆきの手を引こうとすると、男はさゆきの手を引っ張った。痛い。どっか行くならお前が一人で行けや。俺たちはお姉さんに用があるって言ってんだろうが。それとも俺らがお前をどこかに連れ去ってやろうか。その後にゆっくり楽しむ方が最高だろう。話してください。私はあなたたちとはどこにも行きません。彼女嫌がっているのでやめてもらえませんかね。俺たち旅行に来ていて、こういうことになるのは避けたいんですよ。ああ、なるほどな。そりゃ楽しい旅行中に邪魔なんてされたら嫌だよな。でもそれ、俺らも一緒なんだよな。俺らも欲しいもの手に入れるのに邪魔されたらだるいわけよ。だからさっさとどこか行ってくれね。ほら、俺らの目の前から消えろや。それとも俺らがお前のことボコボコにして動けねえようにしてやろうか？そんな怒らないでくださいよ。俺も妻を放っておいてどこか行くなんてできないので。どうかここは手を引いてくれませんかね。俺は何を言っても無駄だろうと思いながらも、下手に出ることで男たちの様子を見ていた。ねえ、やめてって言っているでしょ。私はあなたたちと遊ぶ気はないの。早く話してよ。うるせえな。お前もあんまり分かっていねえようだから教えてやるけど、あんまり抵抗すると痛い目を見るのはこの男なんだぜ。少しくらいおとなしくした方がいいと思うんだけど。なあ、俺らは今こいつと話をしてんの。こいつが物分かりよかったらすぐに話は終わるんだけど。物分かり悪いのはあなたたちの方でしょ。私はこの人と一緒に旅行に来ているの。
あなたたちと遊ぶ気なんてさらさらないのよ。さゆきは男の話に耳を傾けようとはせず、必死に男に手を離すように求めていた。間近でさゆきが嫌がっている姿を見て、俺はいても立ってもいられなくなった。妻がこんなにも嫌がっているじゃないですか。早く離してあげてください。俺は男の腕をつかみ、さゆきの腕から引き離そうとした。言ってえな。俺とさゆきが二人して男の腕を握ったからか、男はさゆきから手を離した。しかし俺はそんなことを予想しておらず、不意に男を突き飛ばしてしまっていたのだ。すみません。大丈夫ですか？驚いた俺はすぐに男に声をかけたが、男は俺を睨んで今にも俺に飛びかかってきそうな雰囲気だった。何してくれてんだ。大丈夫かよ。こんな奴に突き飛ばされるなんてらしくねえぞ。仲間の男が手を差し出し、男が立ち上がるとすぐに俺の胸ぐらをつかみかかった。お前、俺のこと突き飛ばしておいて、ただで済むなんて思ってねえよな。どうしてこの俺がお前なんかに手を出されなきゃいけねえんだよ。俺が覚悟した瞬間、鈍い音とともに頬に痛みが走っていた。俊也、ちょっと、悪いのはあなたたちの方じゃない？それなのに、こんなことするなんて。ああ。俺らがいつ悪いことしたって言うんだよ。こいつが突き飛ばしたことの方が悪いことじゃねえのか。てかもうめんどくせえから言っとくが、俺らはヤクザだぞ。そんな俺らが言っていることを素直に聞かねえお前らが悪いんじゃねえの。あらあら、怒らせちゃった。初めっから抵抗なんてしなかったら痛い思いなんてしなくて済んだのに。ほら、これでお互い様なんだから、お前もそんな顔すんなって。俺らは別にやり返さずに慰謝料でも取ってやってもよかったんだよ。それはかわいそうだから、同じようにやり返してやったの。わかる？この優しさ。同じことって、これのどこが同じことなんですか？さゆきは普段温厚な人なのに、殴られた俺を見て怒りを隠しきれないようだった。あれ、もしかして怒っちゃった？ごめんごめん。ほら、怒ったらその美人な顔が台無しだよ。て、そんな可愛い顔して怒っても何も怖くないって。深夜、お姉さん怒らせちゃったら意味ないじゃん。楽しいことが待っているっていうのに、楽しんでくれないんじゃね。大丈夫っしょ。俺らがヤクザだって分かったんだから、嫌でも言うこと聞かなきゃいけないことくらい分かるって。俊也、口が切れてる。早く消毒しなきゃ。さゆきは、ヤクザに構っているのも時間の無駄だと思ったのか、俺の横に座り、俺の口元を自分の服で拭った。さすが看護師だね。俺が小さな声で言うと、さゆきは照れくさそうに笑っていたが、すぐに俺のことを心配しているのが分かった。お姉さん、もうこんなやつ放っておけばいいじゃん。一発殴っただけで座り込むようなやつ、弱すぎて話にならねえんだけど。こいつもこいつなりに大事な人を守ろうとしたってことなんだろうけど、それって確かにかっこいいけど、やられていたらダサいだけじゃん。それでもこいつの方がいいっていうの？だったらもう少しボコってお姉さんがついてくるようにするよ。男がそう言うと、妻は急に立ち上がった。理解のある人でよかった。さゆき、行かないでくれ。俺はこのまま、さゆきがどこかに行ってしまうのではないか。そんな恐怖に陥った。
お前弱っちいな。女一人も守れねえ上に行かないでだってよ。残念ながら女はもらっていくぜ。男はさゆきの腕をつかんで歩こうとしたとき、お前ら歯食いしばれよ。は？さゆきが豹変していた。お姉さん何言ってんの？もしかして何かの真似事？俺にはさゆきが本気だと分かったが、ヤクザは分かっていない様子だった。だからちゃんと歯を食いしばっておけって言ったんだよ。今から私に殴られるんだから。その瞬間、さゆきはヤクザ相手に殴りかかっていた。一人は不意打ちをつかれそのまま倒れ込んだが、もう一人はその瞬間に構えたが、あっけなくやられていた。一瞬の出来事でわからなかったが、さゆきはかなり強いということは素人の俺にもわかった。お前、何者なんだよ。ただそこら辺にいる女がここまで強いわけねえだろ。ただ少し柔道していたくらいの力じゃねえぞ。俺らがヤクザだって分かってやってんだよな。俺らがあんたにやられたなんて言えば、俺らの仲間が許さねえぞ。すぐに飛んできてやり返してくれるんだからな。知らないんだけど、あんたらがヤクザだなんて、そんなの私にはどうでもいいことだし。てか私に負けるなんて、あんたらの方がよっぽど弱いじゃん。俊也は私のために怖いと思いながらも助けようとしてくれたんだよ。そんな人をけなす資格なんてあんたらにないんじゃない？はあ、弱い奴に弱いって言って何が悪いんだよ。俺が殴った時に何もできずにこいつは倒れていたんだから。お前、俺らのことが怖くねえのかよ。俺らが組にチクれば、お前ら二人とも地獄行きだぞ。ヤクザの世界では、そんなはずはなかったなんてこと通用しねえんだぞ。そうね。その前にあんたらを地獄行きにしてやるから興味ないんだって。女だからって馬鹿にしていたんだろうけど、私はこう見えて、永田組の跡取り娘なの。私がこんなにも強いのも、小さい頃から組の人たちや祖父に護身術を習ってきたから。だからそんな私がそこら辺の奴に負けるなんてありえないんだよね。永田組って、あの永田組か。ヤクザの世界でトップと言われている、あの永田組のことか。さすがにそれは話を盛りすぎだろ。どうせそこら辺のヤクザの娘だろ。だから、永田組の人間だって言ってるのわからないの？認めたくないかもしれないけど、いくら現実逃避しても、残念ながらこの事実は変わらないよ。あんたら永田組を敵に回すなんて、もう人生終わったも同然なんじゃない？永田組の会長が私のおじいちゃんなんだけどね。おじいちゃんって本当に孫の私が大好きなの。いつも可愛がってもらっていて期待されているんだけど。そんな私のことをそこら辺のヤクザが手をかけたなんて知ったら、正気が保たれなくなるほど大激怒すると思わない？待ってくれ。俺らはあんたには手を出してない。むしろ俺らの方が手を出された側なんだぞ。ほら、この姿を見たら誰だってわかるだろう。そうだ。俺らはあんたに話しかけただけじゃないか。それなのに手をかけたなんて大げさなこと。何も大げさじゃないわよ。私の腕を掴んで話そうとしなかったし、俊也にだって手を出したじゃない。それだけで私のおじいちゃんが切れるには十分なのよ。てか、そんな事実がなくても、私が一声かけるだけでいいんだけどね。なんだよ、それ。あることないこと言って、俺らをはめようっていうのか。あんたに心ってものはないのかよ。
何が心よ。そもそもあんたらが私に喧嘩売ってきたんでしょ。私が永田組の跡取り娘だって知る前は散々いろんなことを言ってくれたくせに、状況が変わったらその物言い、ダサすぎてかわいそうなんだけど。自分が喧嘩売った相手なら最後まで頑張って見せたらどうよ。小さな組だろうけど、それでも威張れるほどのヤクザなんでしょう。俺たちのことバカにしてんのか。永田組の娘だと知って、これ以上どう抵抗するって言うんだよ。俺らが負けるのなんて目に見えているじゃねえか。なあ、金で解決するっていうのはどうだ。こいつを傷つけた分も、あんたに喧嘩を売った分も、合わせてちゃんと払う。お金？逆に私のことバカにしているんじゃない？決してそんなことはない。なあ、あんただってお金がある方がいいだろう。俺らがどうなるかよりもそっちの方がいいとは思わないか。ヤクザは俺に問いかけるも、俺はこんなことを一人で解決できるわけもなく、どう答えていいかわからなかった。残念ながら、私看護師をしているのよ。お金になんて困ることないってわからない？お金をもらうよりも、あんたたちに痛い目に遭ってもらった方が、よっぽどすっきりするわ。どうにかして逃れたいと思っているんだろうけど、諦めたらどう？なんだよ。俺らにはもう地獄しか待っていないってことかよ。いや、深夜、この先どう転んでも、俺らに地獄しか待っていねえなら、あがいてもがくべきだと思わないか？この女さえ始末できれば、俺らにまだ未来があるかもしれない。俺はその未来の方にかけてみたいんだが。太一、正気か。さっきのこの女の動きを見てわかるだろう。俺らに勝ち目なんてあるわけがない。むしろやられて終わりだぞ。もしやられて終わりでも何もしないよりはマシじゃないか。俺はこのままこいつに話しかけたから人生が終わるなんてバカな話は嫌なんだよ。ヤクザはどうにかしてさゆきに口封じをしようと考えていた。もし俺らが勝てば永田組に告げ口はしないっていうのはどうだ。俺らが負ければ改めて地獄の人生を歩んでやる。でも俺らが勝てば。それ私にメリットがないじゃない。私は別にあんたたちと勝負なんてしなくても勝ったも同然なんだけど。さっき自分で言っていただろ、永田組の跡取り娘だって。もしかして俺らみたいな弱い組のヤクザに負けるのが怖いのか。そんなので世界のトップの永田組を任せてもらえるっていうのか。何言ってんの。確かに跡取り娘だとは言ったけど、私は後を継ぐ気なんてないから。私は看護師っていう仕事もしているし、そんな勝負に興味はないの。そうか、残念だよ。さっきまで俺らに地獄を見せるって言っていたのは、あくまでもおじいちゃんの力に頼ってのことなんだな。自分で何とかしようとなんてできないし思えない。あんたはそういう人なんだな。さっき散々私にやられた人が何言ってんのよ。負け惜しみにも程があるわ。さっきは油断していたからな。正々堂々となんてやっていねえじゃねえかよ。まあでも、あんたがそんなにも怖がっているならやめておいてやる。おとなしく永田組に捕まってやるよ。さゆきは男の挑発にだんだん乗り始めていた。さゆき、やめておいた方がいい。助けてもらえるならその方がいいじゃないか。俺はさゆきに何かあったらって思うと、頼むから無茶なことはしないでくれ。俺がさゆきに話しかけると、さゆきは殴られた俺の顔を見て決心してしまった。いいよ、その提案に乗ってあげる。ただし、もう一度あんたらが負けたら、すぐに永田組に連絡をするから。ヤクザは何かを企んでいるのか、嬉しそうに立ち上がった。
それでこそ永田組の跡取り娘。でも俺らはあんたと違って男だ。手加減もしねえし、容赦もしねえぞ。深夜、絶対俺らが勝って逃げ切るぞ。おお、どうせ未来がないなら、とことんやってやるよ。ヤクザは本気でさゆきとやり合うつもりだった。やめてくれ。いくら強いって言っても、さゆきは女性だぞ。男が女相手に本気でやるなんてどうかしている。俺らだって人生かかってんだよ。お前は自分がこの女のことを助けられないことを悔やんで見ていろ。ヤクザはそう言うとさゆきに殴りかかった。二人同時に相手をしているさゆきは少しだけ辛そうだったが、俺の心配はいらないほどにやはりさゆきの方が強かった。俺は見ていられないと思ったが、目の前で頑張っているさゆきを見て目をそらしているのは失礼だろうとその姿を見続けた。そしてとうとうヤクザの方が力尽きてきたのか、勝負は見えていた。勝ち目なんてないこと、そろそろ気づいているでしょう。ここら辺でどこの組か教えてもらおうかしら。言っておくけど、嘘なんてついたら逆に大変なことになるからね。こんなことになってまで他の組に迷惑をかけるなんてなる前に、ちゃんと正直に言っておいた方がいいよ。俺たちは、深夜、本気で俺らの組を教えるつもりか。そんなことすれば。でも、言わないとどうにもならないじゃないか。俺はもう終わらせたいんだよ。女にここまでボコボコにされて、それでも意地張るなんて余計に格好悪いだろ。俺たちは青龍組だ。けれど、組にだけは迷惑をかけないようにしてくれないか。負けたくせに、私にまだ何か頼もうとしているの？ズーズーシーンにも程があるんじゃないかしら。潔く負けを受け入れておいた方がいいと思うけど。いや、俺らがしたことと組は何一つ関係ないんだ。確かにヤクザだって言ってしまったけど、組の名前を出してまでも脅してはいないだろう。俺たちは組に迷惑をかけないように、ただそれだけなんだよ。頼む。ここまでやって何言ってんだって思うかもしれないけど、青龍組には何もしないようにおじいちゃんに言ってはくれないか。さゆきはどうしようかと考えているとき、さゆき。俺は夢中になってさゆきを見ていると、後ろから首に腕を回されていた。これ以上やるとこいつの首を絞めるぞ。俺はいつの間にか人質状態へとなってしまっていた。あんた、女性相手に勝負を挑んでおいて恥ずかしくないのかよ。恥ずかしい。こっちは命がかかってんだぞ。恥ずかしいなんてことねえな。なるほど。太一の目的はそういうことか。勝てるなんて初めから思ってなかったからな。最悪の場合、これでもう一度交渉しようと思ってたんだよ。俺らが負けたからって、素直に永田組に引き渡されるわけねえだろ。私にどうしろって言うのよ。その人を人質に取られてたらお手上げよ。だろうな。俺らはこのことをなかったことにしてほしいだけだ。それさえ約束してくれれば、俺はこいつにもあんたにも被害を与えるつもりはない。そんなこと言っていいのかよ。こいつは散々俺らのことをボコったんだぞ。俺らがやり返すなら今だろう。男はそう言ってさゆきを殴ろうとした瞬間、やめろ。お前はバカか。そんなことをしたら俺がわざわざ交渉している意味がなくなるだろうが。どうしてだよ。やり返すこともないなんて、そんなの俺のプライドが。プライドか命、どっちを取るって言うんだよ。この女を殴ったら当然誰にやられたんだって話になるだろうが。だからやり返すなんてバカな真似はやめろ。
俺らはそこまで高望みしてはいけねえんだ。おい、俺たちの望みはそれだけだ。断ればこいつの首を絞める。助けられるなんて思うなよ。もし仮に助けられてもこいつが痛い思いするのは分かっているんだからな。分かったから、その条件を飲むから。だから早く俊也を話してよ。さゆきは俺のために言われたことをすぐに受け入れた。こいつを話す前に。ヤクザはスマホを取り出し誰かに連絡をし始めた。組長、俺たち永田組の娘と揉めてしまって。永田組？永田組ってあの永田組か？そうです。お前らそんなことして命を取られても知らねえぞ。いや、聞いてください。今交渉して俺たちのことも清流組のことも見逃すと約束してくれたんですけれど、俺たちは念のためにもこのまま逃げようと思って。それで組長、手を貸してはくれないでしょうか？手を貸す？俺がか？永田組を敵に回したお前らに手を貸したりなんてすれば、さらに清流組に危険が及んでしまうじゃねえか。それを承知で手を貸してほしいなんて頼んでいるのか？ですから、清流組には何もしないと約束を。そんな口約束なんかで信用できるわけないじゃないか。清流組は確かに小さな組だが、それでも組員を守る義務が俺にはあるんだ。二人のためにそんな犠牲を払えるわけがない。俺たちだって清流組の組員じゃないですか。いや、お前たちはたった今破門にする。永田組が何か言ってきても、お前らを破門にしたといえば少しはマシだろう。申し訳ないが、自分たちでしたことは自分たちでケスを拭いてくれ。そんな、待ってくださいよ。少し時間が経って落ち着けば、また清流組のために頑張りますから。今だけ身を隠していれば、それも組長が手伝ってくれさえすれば。お願いしますよ。俺たちのことを見捨てないでください。お前がそこまで愚かな人間だとは思わなかったよ。その娘が約束してくれたとはいえ、せいぜい頑張って逃げるんだな。組長。太一、組長はなんて？もちろん俺たちのことを助けてくれるんだよな。深夜、俺たちはもう清流組には戻れない。この女は約束をしてはくれたが、念のために逃げ続けないといけない。どういう意味だよ。清流組が俺たちをかくまってくれるんだろう。いや、俺たちは破門にすると告げられた。自分たちでどうにか逃げ切って生活していくしか。深夜にその覚悟はあるか？覚悟も何も、逃げないとどうにもならないだろう。この女を信用するしかないが、信用して痛い目に遭うのも嫌だからな。約束するって言ったじゃない。さっさと逃げるなりなんなりすればいいじゃない。早く俊也を話してよ。この女の姿を見れば嘘をつくようには思えないだろう。逆にもう恨まれないように、これ以上何もしない方がいいんじゃないのか？確かに。ヤクザは俺から少し離れた。行くぞ。そして二人で颯爽と逃げていった。俊也、大丈夫？さゆきはヤクザが逃げていくと同時に俺の元へと駆け寄り、心配してくれていた。うん、俺は大丈夫。何もされていないよ。でもあの人たち逃げていったけど、本当に良かったの？俊也に何もないなら良かった。あの人たちはね、自分よりも上の人に見捨てられたみたいだからね。ここからは私の反撃かな。さゆきは少しだけ笑って電話をかけていた。もしもし、おじいちゃん？さっきね、清流組の二人に絡まれてね。大事な人を人質にされて逃がしてしまったんだけど、どうにか捕まえてくれないかしら。
きっと血相を変えて逃げていると思うからすぐに見つかると思うんだけど。青龍組か。組に連絡を取ってどうにかしてもらう方が早いと思うが。いや、青龍組から見捨てられたみたいだったから今回は組には手を出さないであげてほしいの。とにかくあの二人だけ始末してくれれば私は満足だからさ。おじいちゃんに頼んでいいかな。私今沖縄に旅行に来ていてね、この後も楽しみたいからさ。そういうことだったらおじいちゃんに任せなさい。さゆきは旅行を思う存分楽しむといいよ。優秀な組員を向かわせて必ず始末しておくから。ありがとう。それでこそ私のおじいちゃん。男二人の特徴はね。その後さゆきはヤクザの特徴を伝え、おじいちゃんに任せることにした。そして俺たちは新婚旅行の続きを楽しむことにした。俺はあえて何も触れないようにし、さっきまで絡まれていたとは思えないほど楽しく過ごした。その方がさゆきのためだと思ったからだ。そしてその夜、さゆきはおじいちゃんからの連絡を聞くと嬉しそうに感謝していた。二人はすぐに飛行機を取って逃亡を図ろうとしたが、空いている飛行機などなく、自家用飛行機を出して沖縄に来た組員にあっけなく人は捕まったらしい。俺は二人がその後どうなったのか気になり、詳しく聞こうと思ったが、怖くなりやめたのであった。新婚旅行から帰った俺たちは家で片付けをしながら思い出話をしていた。なあ、さゆき。俺さ、さゆきに一つだけ頼みたいことがあるんだけど。どうしたの？急に改まって。いや、俺さ、今回あの人たちに絡まれたことで、初めてさゆきにおじいちゃんがいることを知ったんだけど。だってさゆき、家族はもういないって言っていたからさ。そうだったね。両親が亡くなっているのは事実だよ。それは嘘じゃないの。ただその両親の代わりに私を育ててくれたのがおじいちゃんなんだ。でもね、おじいちゃんはヤクザで、ヤクザの中でもトップっていうか、俊也の住む世界とは別の人っていうか。だから会わない方がいいし、知らない方がいいと思ってあえて言わなかったの。隠したいと思っていたんじゃなくて、俊也のためっていうか。分かっているよ。さゆきを責めようなんてこれっぽっちも思っていないから。ただね、さゆきを育ててくれた人がいるなら、俺はちゃんと挨拶がしたいなって思って。俺はさゆきと出会えて本当に幸せなんだよ。さゆきのおかげで灰色だった人生に色がついたとも思っている。だからそんなさゆきを育ててくれた人にもちゃんと感謝しないといけないんじゃないかって思って。さゆきはそんなのいいよって思うかもしれないけど、俺はさゆきの旦那としてちゃんと挨拶がしたい。俺はさゆきにただ断られるのだろうと覚悟して言ったことだったが、さゆきは涙ぐんで嬉しそうな顔をした。私、まさかそんなことを言ってもらえるなんて思ってもいなかったよ。もしかしたら結婚取りやめにされるかもって思ったくらいなのに。そんなことあるわけないじゃないか。さゆきはさゆきなんだから。俺はどんなさゆきの過去があろうとも今のさゆきが好きなんだから、過去もすべて今につながっているってそう思っているよ。だからさ、別に気を使わなくていいし、俺には素直になっていいんだよ。強がっているっていうか、強いさゆきも心の中は弱いさゆきも好きなんだから。私、俊也と結婚して本当によかった。今度ちゃんとおじいちゃんのことを紹介するね。俺はこんなにも嬉しそうな顔のさゆきをいつまでも愛し続けようと誓ったのであった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。